うちのクーラーが壊れたんですよ。夜中、うん、多分3時頃だったと思うんだな、うん、うちのおかみさんが その時間に帰ってきて、うん、クーラー来てないわよっつって、うん、起こされて、うん、うん、っつったら、うん、なんかうちのおかみさん直したらしいんだよ、うん、叩き起こされて、うん、あんた何もやんないのねっつって言われて、うん、あんた本当にね今芸能界に需要ないからねって言われていやいや話が全然関係ないしなクーラーが壊れただけでそんなこと言われんの